あーどうもおいはい、手の選手、この時間ですよ。はい、出来上がりましたよ。出来上がりましたよ。焼きそば弁当、焼きそば弁当、出来上がりましたよと。白すぎてわからないから。あ、やって、よし、よくなってきた。よくなってきた。あー、通じるもんだね。あー、通じるもんだね。頭がいいね、カメラは。はい、ありがとうございます。最近のカメラは頭がいい。本当にありがとう。鼻がかゆい。薬、いつ飲んだっけな。まだ続く。まだ続く。焼きそば弁当。北海道限定のやつ。いや、透けて見える。やったぜ。読めるぜ、後ろからだ。焼きそば弁当。癖になる辛さ。特製スパイス入り。ちょいから、待てやっちゃったよ。コンソメスープ。で、焼きそば弁当、北海道限定、イラストの味はイメージです。この商品に火薬は入っておりません。エビ塩味。もうほんとね、スープは2つ入れてるんですよ、こっちに。でこれふりかけ同じでしょ。いて、ふりかけ同じでしょ。同じふりかけのはず。すっげえ歯応えいい香り。めちゃめちゃいい香り。さすがまるちゃん、さすがまるちゃんです。あー、いい香り。めちゃめちゃいい香り。腹かい、腹かい。行儀悪くてごめんなさい。もうしょうがない、それは。いただきます。ほんと行儀悪くてごめんなさい。めちゃめちゃ美味しい。めちゃめちゃ美味しい。めちゃめちゃ美味しい。考えてます。僕だってちょっと、こっち火薬入りでした。ですのでこっちの汁でやりました。こっちの汁でより出汁がね、味旨味が増すでしょうということで、こっちじゃなくてこっちでやりました。きっと正解。で混ぜるのもこっち先に混ぜました。ソース味がこっち行くよりもこっちがこっちの方がエクチーゼでしょ。箸洗ってやらないから。お店ではトングとかすぐ洗いますよ。違う味の実験とかしたら。でも家のは、あー美味しい。あーしゃ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 、あー美味しい。最高です、最高です。エビ塩味からいきましょう。エビのいい香りがしました。草尾さん、届かなし。草尾ランチョミートです。届かなし。うん、うん、あ、非常にいい、非常にいいです、非常にいいです。これふりかけかけた、いい香り。ふりかけとエビの、このエビ塩味のこの焼きそばのいい感も、うん、あ、うん、うん、うん、あー、おいしい。あー、このふりかけ強えな、しょっぺえな、まんべんなくやらんと。エビですね、エビですね、エビですね。うん、うん、
ナイスエビですね。これは完全に、ナイスエビですね。浅草天才そばニューコートで販売しております。ビンチュの梅です。大好きです。可愛いでしょ。いきますよ。はい、乾杯乾杯乾杯です。あ、おいしい。あー、いいね。あー、いい。あー、酸っぱ。しょっぱいっていうよりも酸っぱいなんだよな、僕からしてみると。あ、でもね、めちゃめちゃ酸っぱいわけじゃないのよ。ジャストなんです。ちょうどなんですよ。ありがとうと、お礼を言うしかない。本当に世界上の、世界上じゃない、世界中の梅干しだ。ごとしでさん、ありがとうと言うしかありません。めっちゃ美味しいです。はい、しましょう。そしてオープン記念日です。行きましょう。オープン記念日、浅草天聖そばニューコートでもこのマヨネーズ先生使ってるんですよ。このマヨネーズ先生、僕が使ってる前の先生と全く同じ、この前の先生、浅草天才焼きそばニューコートで使ってますからね。皆さん、オープン記念日です。おめでとうございます。オープン、ありがとうございます。オープンしました。お願いします。ありがとうございます。全く同じ前の先生です。浅草天才焼きそばニューコートで味わえますよ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。うん、ありがとうございます。うん、うん。全卵タイプです。巻きがないです。うん。ああ。うん、うん、うん。うん、全卵タイプ。いやー、天才。マジ天才。100点。ありがとうございます。うん。あー、おいしい。幸せだな。生きてる感じがしますよ。毎日焼きそば食べて、毎日で家で焼かない焼きそば食べて、濃いね。自分でもよくわかんないもんね、本当に。毎日焼きそば食べてる。ちょい辛でしたね、ちょい辛。スパイスすげえいいな、これ。すごいいいスパイスですね。めっちゃハオジョ。めちゃめちゃハオジョ、いい香りです。
やっぱりごめんなさい、久しぶりにやろうか。久しぶりにトロリンコしましょうかね。ミスター卵の黄身やり木島です、お願いします。はい、お願いします。卵の黄身割る仕事ください。めっちゃ上手です僕、卵の黄身割るのめちゃ得意なんで、この仕事ください。うんうん、おいしい、おいしい。うんうん、あ、やっぱおいしいな。いや、いいね、いいね。あ、やっぱこういうのもいいな。こっちもいいな。ねえ、見ましたね、これ。こっちもいいな。久しぶりに。いや、久しぶりにこれいいな。これ、もよとちゃん、浅草天聖エクスポ入港で販売してますよ。販売しておりますよ、皆さん。もよとちゃん、販売してますからね。うん、いやー、おいや、うんと合いますから、目玉焼きともすごい、焼きそばとも、うん、いや、このソース味と合うんですよ、ソース味とも。最高、最高です。ちょい辛についてはごめんなさい、感じないです。比較しないと、並べて辛いのばっか食べてるから、もう分からなくなってきてる、舌がバカなってて。辛みが分かんなくなってます。大体今もよとちゃんも食べちゃったし、ここはね、こんなもんで、こんなもんでいいでしょう。ああ、おいしい。ああ、おいしい。ああ、いいな。今何見たかって、麺がね、90g ってか見えたのよ。あっちもそうだった。2つ合わせて 180g ってことです。 2だったら足し算も掛け算も変わらんし、これが3になると掛け算の方が早いじゃない。
3とか4になるぞ。人によるか。僕算数から得意じゃなかった。数学なんかもう全く分からん。算数からダメでしたね。考え方みたいなのはね得意でした。なんかああいうの9割って1台のトラックに4個ずつしか乗せれませんとか、何回で運ぶんでしょうかみたいな。なんか分からんけど、そういうやつ。そんな問題があったな。緑先生の時だな、2年の時だな、小学校2年。まだまだ引っ込み思案で、今でも引っ込み思案だけど、出なくていい時は出ない。前にね、今でもそうです。チームとしてのバランスだと思ってるんで、何でも。この人類社会自体もそうです。行く人がいる時は行かなくていいから。人がいないときは行きます。ただやりたくてもできないこともたくさんある。それは能力の問題で、申し訳ない申し訳ない。それも申し訳ない。今日ちょっと早いな。よかった。26時5分です。ちょっと早い。よかったよ。浅田さん。どうだなし、裸の大将に似てる。マクドナルド炙り醤油風ダブル肉厚ビーフ、侍のやつか。ずっと昔のやつだね。グミちゃんさん、どうだなし、卵が決めてるランチョンおにぎり美味しいね。どうだなし、特盛り2倍生姜焼き唐揚げのやつ、ただのアンテ好きさん、飯を美味しそうに食べてるおっちゃんを見るとなんか嬉しくなる、不思議な元気もらえます。お仕事頑張れ、どうだなしでございます。もうこれ押すとね、もう分かんないんすよ。誰か表示がもうあれだから、もうほんともうダメ。この仕様変えてください。 YouTube さん、お目見えわけ分かんないです。78,401人、ありがとうございます皆さん。
人は悲しい悲しいものですね。いや、美味しかったな。今日も本当に美味しいご飯、本当に美味しいご飯。贅沢だよ。こんぐらい、ちょっと辛いぐらいっていうのが、だから僕はそんなに辛いなって感じないけど、ちょうどいいのかもしれないね。人生って よし、こういうテクニカルなね、サムネイルを工夫しましょうみたいな、なんかありました。まあいいかみたいな。キャー、いやいやいや、もうパンのパンのパンでございます。ということで、焼きそば弁当、このスープ付きのやつ、最初がエビ塩のやつ、エビ塩のやつね、で、ちょい辛のやつで、ふさおさんランチョミート、今日もとても美味しかったです。ごちそうさまでした。どうも、あちゃど、おやすみなさい。